庭の花壇に花植えるのやめて、今、さつまいも植えているので、家中、さつまいもになってます。食料危機に備えています。おお、やっぱりじゃあ、ある程度経済危機のクライシスから、その後実体経済も結構ひどいことになると予想されている。令和恐慌になるのは、ほぼ確実だと思ってます。アメリカがなんかクライシスを起こすのかなと思ったら、雇用統計もそんな悪くないよねとかで、結構景気いいんじゃね、空気感じゃないですか、今。そこってどう見てらっしゃいます？いきなり落ちることってないんですね。1929年の大恐慌に至る暴落の時も、一旦元に戻るんですよ、株価は。で、しばらくこう、小康状態があった後、ドーンと落ちていくんです。なら私はそう遠くないと思っています、うん、このバブルの全面崩壊は、うん、リーマンショックの時も最初にこれ来るぞって言ってから2年ぐらいかかりましたよね、本当に来るまで。でリーマンショックの時は実はその中国は莫大な投資をして世界を救ったんですね、うん、でも今回救う国がないので、まあ落ちるだけ落ちる、株価はまあ8割は落ちると思っています。確かにリーマンの頃って中東マネーでシティバンクが中東の金持ちが買ったりとか、中国がいろいろ買ったりとかで、お金持ちがいたんですけど、今中国もそんなお金ないし、ロシアもの富豪とかもういなくなっちゃったので、アメリカが落ちてヨーロッパも今弱ってるから、じわじわ弱りっぱなしで、下手すると日本金持ちっていう可能性ありますよね。でも日本も株価が落ち始めると、お金持ちは消えると私は思っているので。まあ確かにそうですね。株系の金持ち多いですからね。実体経済で儲けてるっていうのがそんなに日本多くないですからね。今、その投資はしないで金だったりのなんかクライシスがあった時に上がるのに投資してるぐらいがいいよねみたいな感じなんですか？私は基本的にはキャッシュ、あるいは預金、債券といったその値動きの非常に小さいものに乗り換えるべきだと思ってます。大部分の人は今投資から手を引けばプラスで終えられるので、今ラストチャンスだろうなと、全面撤退の。でも、現預金って言っても通貨は何にしてます？円ですか？私は今 100% 円です。あ、100% 円なんですか？なんか別にユーロとかドルとか混ぜといてもよくねみたいに思いません？あ、いっぱい持ってたんですけど、それも7月11日に全部処分しました。それはじゃあ、円に比べると他の通貨の方が下がる？今の為替レートが投機でものすごく偏ってるんですね。うん、IMF がエコノミックアウトロックっていう、まあ、世界経済予測を出してるんですけれども、今年のバージョンで購買力平価は1ドル91円なんですよ。だから1ドル91円っていうのが本来の為替なんですね。そこをめぐって投機家の皆さん、まあ、為替市場の 99.9% は投機で決まってるので、うん、振り回してる状況なんで、5年10年の長期スパンで見ると必ず本来の水準に近づいていくので、今の150円近い為替っていうのは明らかにとんでもない円安が仕掛けられているんだと思います、うん、じゃあ1ドル91円台ぐらいまではまあ長期的には戻るだろうと。あのオーバーシュートするので、例えば1ドル50円、うん、60円っていうのも十分あり、あ、まあ確かにそうですね。ドーンって動いてからで平常に戻るみたいな、はい、中国ってまだお金あるんじゃないのって結構思ってる節の人多いと思うんですけど、数値がどれが本当か分かんないじゃないですか。あ、そうです、そうです。私も20年ぐらい前までかな、ちょくちょく中国行ってたんですけれども、まあ当時もみんな口を揃えてたのは、日本のバブル崩壊の私は不満ないぞって言ってて、散々日本を研究してるって言ってたんですけど、いざ不動産バブルが弾けるとやっぱりどうしようもなかったっていうのが現状だと思います。そうですね。数値を隠して一生懸命なんか政府がお金を突っ込んでっていう、なんか日本で大蔵省がやってるのと同じようなことをやってるなって、どれだけそのショックがあってどれだけお金を突っ込んでるかっていうのがわからないじゃないですか。なんか突っ込んでるらしいぞとか大変らしいぞで、実態の数字の把握ってどうされます？中国。生活実感で言うと、例えば、上海行った時にですね、車乗っけてもらって、ちょっと郊外の新築マンション見せてもらったんですよ。まだ本格的なバブル崩壊の前ですけれども、マンション1軒が3億円って言ったんですね。で、私そこでボロッ
と、お前中国だろって言っちゃったらすげえ怒られたんですけど、ね、はいはい、上海郊外のマンションが3億なんかするわけがないじゃんって私は思います。うんうん、まあ、最近の東京都心のマンションの値段も一緒ですけどね。じゃあ東京都心で今中古マンションが平均売買価格1億円超えてるので、一般人は買ってないですよね。いや、1億円のマンション買えないじゃないですか。正社員同士のパワーカップルとかが無理してローン組むと1億円ぐらい買えるんですよ。それでもう住宅ローン返済で生活費パッツンパツンなんですね。はいはい、だからこれからちょっとでも金利が上がっていくと、彼らみんな破綻すると思います。うん、年収1000万同士の2人で2000万円の世帯年収で、手取りがだいたい1000万円ぐらいある中で、じゃあ1億円のマンションを買って500万ずつ返済して、2、30年みたいな。そういう買い方をしても何にも、まあそのタワマン的なものは残るんですけど、多分3、40年ぐらい払った頃にはタワマンの価値暴落してて、結果としてその自分の手元で所有権完全に持てる頃にはもう半額ぐらいだから、そう5000万円で買えちゃうみたいな、すごい無駄な5000万円を一生懸命ローンで払ったみたいなことになりません？なんで買うのって聞くと、値上がりするからって言うんですよ。だからみんなキャピタルゲイン狙いなんですね。私はその値上がりはもう続かないと思っているので、まあ、目論見は外れんじゃないかなっていうふうに思います、うん、東京の中心地であればまだ外国人需要が結構あるので、 まだなんとかだと思うんですけど、東京から離れて埼玉とかのタワマンとかどうすんのって気がしますよね。実はうち40年前に買った時と値段変わってないんですよ。で、うちよりちょっとあと30分ぐらい離れるともう二足三門なんですね。500万も出した日には家全部と畑までついてくる山もついてくるっていうのもあるぐらいで、そういうところはバブルの崩壊のしようがないんですね。元から上がってないので。でもなんか地方ってその地価どんどん下がってるっていうんですけど、なんで森永さんのところって下がらないって分かってたんですか？駅の周りとかのたまたまが立ってるところはどんどん上がってます。東京から離れるっていうのと駅から離れるっていうこの2つの条件を満たすとどんどん値段が今上がってないっていう状況になっている。まあみんな忙しいので長い通勤時間かけられなくなっているっていうのもあるんだと思いますけどね。お、